今ですね、ちょうど今日も単独猟に来て山の中を散策していたら、いいサイズのね、鹿さんを見つけました。こんな感じでね、今ちょうど大きなバラシが終わったところなんですけど、ここにね、見ての通り、これが足があって、ここにちょっとセロース重なっちゃってますけど、があって、で、反対側のね、後ろ足が打たれて穴が開いて血肉になってたんで、後ろ足の方はね、もう片っぽだけ取ってあります。で、あとね、このところにちょっとね、もう場所なんで、雪があるところに大きく大まかにバラシして、ここに肉を乗っけました。はい。1個ね、今回面白いものを取ってみました。ここに、あるんですが、これが、鹿の精巣です。金玉ですね。これをね、オス鹿だったんで、ちょっと珍しいなと思って取ってみました。で、あと今回の鹿なんですけど、ちょっと、これがね、角が面白い感じなんですけど、普通ね、これ三段角って言ったら両方ともね、揃ってるんですけど、これ見ると、こっち側のね、角がね、二股になった後、ここがスーッとなってます。これね、左右一緒じゃないですね。こういう、たまになんかこういうね、変な珍しい角が出てきます。このね、鹿くんもね、この上がちょうど唐松と赤松の林のところなんですけどね、こういうところでね、笹を食べていたらやられてしまいました。はい。はい、今パッキングが終わりました。このコメリで売ってた山菜用リュックに全部肉を入れたんですが、両前足と、それから両後ろ足で、あとは体中のね、肉を全部取って、今重さがね、とてつもない重さでね、これやばいかもしれません。ブチって言ってね、ちょっとやられちゃうかもしれないんでね、犬をつなぐ用のこのロープがあったんで、これでちょっとバックを強化して、これを背負って、であとこの頭を担いでこれから下山です。車までね、あとどんぐらいかな、1キロぐらいありそうですけど、途中で1回肉を置いて、であと車でね、近くまで来て回収しようかなと思ってます。はい、じゃあ頑張ってこれから行きたいと思いますが、背負えるかな、これね、鉄砲も持ってるんでね、これね、やっぱ、これはね、厳しいかな。よっ、ちょっとこれは、持って、ぐーっ、うわ、しょ、まずこれを背負って、で、あと鉄砲も持って、もうね、獲物が出てきても、どっちもこんなもの撃ったってね、あと回収できないんで、今日は、チャカはもう、おしまいです。で、はい、あとこれで、こいつを持って、さあ行きましょうって感じです。今ちょうど帰り途中でしたが、あそこに黒いのがいると思ったらカモシカさんがいました。見えますかね？カモシカ。カモシカ。ジャパニーズセローというあれですが、こっちを見てじーっと止まってます。カモシカ君は大抵止まってます。人間をそんなに恐れない、警戒しないですね。温厚な動物です。別にヤツが飛びかかってくることもないし、噛みついたりすることもないです。この間かもしれない。